なたは何のために剣を握り戦っているのですか？キャンサーをほふり人類を救うため。それはセラフ部隊としての理由です。あなたが夏目祈りが剣を振るう理由は何ですか？それこそがあなたに欠けている芯であると私は見ています。さっきも言いましたが、義体は申し分ありません。改めてそこを指導する必要はないでしょう。いい機会です。他の方々にも剣を振るう理由を聞いてみてはいかがですか？そして自分が剣を振るう意味を見つけ出してください。それが分かった時、きっとあなたは強くなれますよ。ふふ、キモーク。